おはようございます。会長の須藤でございます。本日は株主の皆様におかれましては、おはようございます。なお、福島第一原子力発電所の事故に関わる通報報告の問題につきましては、広く社会の皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。福島第一原子力発電所事故に関わる通報報告に関する第三者検証委員会の検証により、事故当時に炉心溶融という言葉を用いた通報公表を行わなかったことや、新潟県技術委員会に対して誤ったご説明を繰り返してきたことなどの問題が明らかとなりました。当社といたしましては、検証結果を厳粛に受け止め、再発防止を徹底してまいります。私からは以上でございます。